皆さん、若蓮というのはどういう方かご存知ですか？寂しさの人ですね。百人一首に村雨の木々もまだ日ぬ牧の葉に立ち上る秋の夕暮れという、とても夕暮れと寂しさを重ね合わせた曲があります。この若蓮という曲は彼女が作曲いたしました。作曲ができるというのは羨ましい限りですね。どんな曲でしょうか？寂しさを感じさせる曲です。よろしいですか？じゃあ表現が終わるまで長く喋らせていただくことになってしまいました、はい、この曲2人だけでやるというとてもシンプルな構造です。作曲というのはどのような活動なのか私には想像することもできませんが、無事2人で演奏することができるようになって大変嬉しく思っております。若蓮、一体どうしてこんな名前をつけてしまったんでしょう。もうどんどん走って作曲するとき、そんなにこう曲に名前をつけてから作曲する方じゃなくて、むしろこうメロディから作ってしまうんで、後からつけてますね。タイトルは、これタイトルは彼がつけてくれました実は作曲というのはイメージが浮かんでやるものではなく、頭の中にひらめいたものをパッと捕まえて作るそうで、タイトルというのは後から追ってつけられるという営みなのだということを彼女はおっしゃっております。私は後からラベルをペタッと若蓮という名前をつけただけでございます。これも長所に書かないといけないので、一応文字なるものがないといけないですねしかしこの興奮と面、私は大変気に入っております。学生の演奏会なのであります。どうも可愛らしいと思って見てください。大丈夫です。
がとうございます。